あ、見て、雨上がってる。雷神様の用事が済んだからか。なんだありゃ。前とは比べ物になんないよ。はい。王子、レガリアなんだけど。うん。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。マジか。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐには行かなくて。いや、いい。情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ、誰だ？シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろう。レガリアの場所が分かったのか。ああ、帝国軍の基地らしい。おお。たとえどこにあろうとだ。取りに行くんだろ。当たり前。これはあくまでも予想だが、あれは本来もっと早く到着するはずだった。だが雷神の嵐で近づけなかったんだ。あれでレガリアを帝国本土に運ぶのかもしれない。雷神のおかげで時間稼ぎができたってわけだ。今ならまだ間に合うよ。ああ、取り返しに行くぞ。しんど。はあ、やっと出られた。
か。いや、ふっ、吹っ飛べ。
よろしく。着いたぞ。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。頼むな。俺たちの旅って歴代の王様と神様の力を集めてんだよね。結構すげえ響きだよな。打倒帝国ってのも近いな。案外現実味を帯びてくるな。ありがとな。ありがとう、チョコボ。これ囲まれたらヤバそうだね。泣き言言うなよ。俺だってやるときはやるよ。よろしく。
おい、ドクト、上だ。が最小だったとはな。怪しいどころの話ではなかった。なんで俺たちに構うのかね。ゲームしてどこに帰んだよ。ホテル軟弱か。頼むな。俺さ、揚陸艇乗ったの初めてだった。まあ、珍しい経験だったな。ああ、めんどい。油断禁物ってね。ノクト、応戦しろ。はいよ。見直したぜ、ノクト。あ、うりゃ、で、それ、な、
ノクト、魔導エンジンの音がする。よろしく。使命って何なんだろうね。おい、ノクト、上だ。ウリ、よっ、シドニーって優しいよね。どうしたよ。1日2日付き合ってくれたでしょ。探すの仕事あんのにさ。結局見つかんねえし、台車も断ったし、なんか悪かったな。台車は仕方ない。うん、代わりなんてないもんね。分かってくれてるさ。次の連絡って電話かな。だろ、会いたきゃ店に寄ろうぜ。今日はここまでにしたらどうだ。